はい、こんにちは、永田博郎です。アジアンタイヤもう買って2ヶ月になったんで、どんなもんかちょっとレポートしたいと思います。ちなみにもう梅雨なんで結構雨の日も乗ったし、晴れの日も乗ったし、この前箱根の峠も走ってきたけど、どこ走っても全然問題ないっていうか、結構いいタイヤですよね。あのグリップもいいし、雨の日だって全然問題ないし、排水性結構いいんじゃないですかね。なんかものすごい大雨の時ももうびしゃびしゃの水たまりになってる感じなんですけど、もう全然ハンドル取られたりしないし、いい感じでしたよ。で、今はこんな感じで、変な摩耗とかね何もないし、リアもこんな感じですね。こんな感じってどんな感じだかね、あのゴムなんでよっぽどひどいことになってないとわかんないですからね。いや、タイヤ付け替えてね1ヶ月ぐらいじゃないですか。で、今日はね、この猛暑の高速道路っていうか、まあここは有料道路なんですけど、結構ねハンドリングも悪くないし、ロードノイズ多少あるけど、うん、まあこんなもんですよね。これで1本6000いくらでしょ。いや、お買い得ですよ。もう全然なんか国産タイヤとかメジャーなね、ヨーロッパタイヤとかその辺に比べても普通に走る分には遜色ないですよ。乗り心地いいし、いや、やっぱね僕はこういう低速のコーナーの方が好きかな。やっぱ CLS は重いし長いしで、こういう切り返しとかね結構ねうっさいうっさって感じですけど、いやだけどこのアジアンタイヤ全然問題ないっすね。結構グリップするし、はい、ということでね、まあ、せっかくの雨だからと思ってカメラつけて出てきたんですけど、なんか雨止んじゃって、昨日は結構ねすごい雨だったんですけど、参りましたね。これじゃタイヤのレポートできないですね。ちょっとね強めにね加速してみても全然加速するし、今もうちょっとウエットなだけで水たまりとかなくなっちゃったんですけど、結構ねびしゃびしゃのところを走ってもハンドル取られるとかそういうことなくて、なかなかいいですよ。まあそもそもね、一応は認可受けてるタイヤですからね、こんな街中いくら雨とはいえ普通のスピードで走ってて問題だったらそれこそ問題なんですけどね。でもなかなかいい感じですよ。ということで、もうこのタイヤバッチリおすすめですよ。いやもうね、安いからってね、安かろう悪かろうっていうことは全然なかったですね。激安ですけど悪いとこなんか全然なくて、これ皆さんにおすすめのいいタイヤです。ということで、永田博郎でした。じゃあね。